あの皆さんこんにちは、です。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、12月後半本格的にスタートということで、今週もやってきましたキャンペーンのまとめ動画ですね。今回は12月の16日から12月の22日までの来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。 それではまずはペイペイからですね、こちら街角ペードペイペ y 第2弾ということで、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなってます。ちなみにこの抽選が外れた場合でも、最低でも6.5%は還元されます。次にペイペイモールでもキャンペーンが開催中です。最大20%還元されるということで、ストアによっては20%以上還元される商品もあったりします。こちらは来年の1月31日まで開催ということで、もしペイペイモールを利用する場合は、 ポイントサイトなど経由して購入することをお勧めしますそして下のペイペイ振りまでも最大20%還元のキャンペーンが開催されてます期間は12月の25日までとなっています次はファミリーマートと D ポイントのコラボキャンペーンですねファミリーマートで D ポイント20%還元ということでもしファミリーマートのファミペイと D ポイントを連携したらまずは全員に100ポイントがもらえますそしてお会計時にこのファミペイのバーコードを提示するだけで最大で20%の還元を受けることが可能です期間は12 2 25月の25日ままで開催されてますこちらは専用ページでエントリーが必須となってますのでお忘れないようにお願いします。 そして、ファインペイは登録してないけど、D ポイントカードなら持ってますよという方はこちらですね。お会計時に D ポイントカード、モバイル D ポイントカードを提示して15、15%還元をもらうことができます。こちらも同じく、期間は12月の3日からすでに始まっていまして、12月の25日まで開催されてます。で、専用ページでエントリーが必須となってまして、ここには記載してないんですけども、ファミリーマートで対象のおにぎりを購入して50ポイントがもらえるキャンペーンも同時に開催されています。いやーまあ、ここ最近、 ね、ほんとファミリーマート一択になりつつあるので、もうおにぎりを購入して、特に塩おにぎりであれば、もう冷凍して保存をしています。 次は、ドンペイです。まあ、ドンペイっていうのもはちょっと変かもしれないんですけども、こちらあの以前僕の動画でも紹介した、ドンペイとファミリーマートのコラボキャンペーンで、対象のドンペいを購入したら、ドンペイ5個購入するごとに、1個無料でもらえるクーポンが届きます。詳しくは概要欄に動画のリンクを載せておきます。次は、D 払いですね。ちょっと D 払いに関しては数が多いので、一部ピックアップしました。まず一つ目は、D 払い生活応援キャンペーンですね。こちらはキャッシュレー消費者還元5%のお店であれば、D 払いがさらに5%上乗せし 合計10%の D ポイント還元がされるキャンペーンとなっていますこちらはエントリーが必須で期間は12月の2日から来年の3月31日までの結構長めのキャンペーンとなっています 次二つ目はトイザラスで最大20%のキャンペーンですね。こちら12月の25までで、ぜひですね、クリスマスに利用される方はいいタイミングかなと思います。そして三つ目はエディオンで最大 D ポイント30倍のキャンペーンもやっております。こちら来年の1月6日までとなってます。今お伝えしたそれぞれ三つのキャンペーンは全部エントリーが必要となってますので、チェックをお願いします。次は l i n e p イですね。l i n e p イではこちら年末感謝クーポン祭が開催されてます。こちらキャンペーンページでお好きなクーポンをお一人様一つまでダウンロードが できます期間は12月1日から31日までとなっていますが400万個に達した時点で終了となりますのでもしですね目星をつけてるクーポンがあればなるべく早くゲットしておくのもいいと思いますちなみに LINE Pay でもこちらのクーポンが出てますトイザらスで500円オフ山屋で200円オフ松木代で200円オフということでまあ、先ほどもお伝えしたこのトイザラス今度は LINE Pay でも出てるのでこの500円オフっていうのはまたちょっと大きいですよねそして山屋に関しては僕もよくこういったところで調味料とかをちょくちょく 購入することがあるので、これは結構僕的には嬉しいですね。次はメルペイです。現在メルペイでは「勧めメルペイ」というキャンペーンと「メルペイスマート払い」というキャンペーン2つが開催されています。初めてメルペイを利用される方向けのキャンペーンで、招待コードを使ってメルペイに登録したら、招待した方と招待された方それぞれ1000ポイントが入ります。そしてメルペイで初めてスマート払い、いわゆる後払いを利用して決済をしたら、今だと2000円分のメルペイのポイントがもらえるので、メルペイデビューの方はもうぜひぜひここは かなと思いますあと、折り紙ペイではこちら2つのキャンペーンですね。山田電機グループで各店初回のおしゃれ10%オフのキャンペーンというのが開催されてます。これは12月25日まで、そしていつでもその場で3%オフのキャンペーンに関しては来年の2020年1月31日までとなっています。 そんなこんなで今回は12月16日から12月22日で開催されるキャンペーンのまとめについてお伝えさせていただきました。まあ、ちょっと数が多かったので、日程のまとめについては省かせていただきました。そしてまぁちょっと名残惜しい JCB やみずほのクイックペイのキャンペーンが終わって、寂しさが若干残るとこではあるんですが、まあ、僕としたら今後、この、 残り半月ぐらいに関しては、PayPay ペペや D 払い、そして折り紙ペイあたりを12月後半はちょっと使おうかなというふうに思っています。途中何かしらのキャンペーンがあればもしかしたら決済方法も変えて楽しんで使っていこうかなと思っています。またライブ配信の時にまたリアルタイムでその時のおすすめの決済方法などもお伝えします。今お伝えしたキャンペーンのリンクなど下の概要欄の方に貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。また月曜日からも頑張っていきましょう。